シブヤンはフィリピンロンブロン州の島。同盟のシブヤン海に位置しており、面積は445平方キロメートル。2058メートルのグイティングイティンさんと789メートルのナイログ山の2つの峰が存在する。住民はビサヤ諸語に属するロンブロン語の方言にあたるシブヤン語を話す。シブヤン島の空シブヤン島は、その成立から、 その他の陸域との間で孤立性を維持しているため、自然学者の一部からアジアのガラパゴスなどとも呼ばれる。地主学的にフィリピン諸島のいずれの島の一部になったこともないとされている。地震の力が島の峰を近くから2000メートル近く押し上げ、一連の小さな峰と斜面を形成したとされる。最高地点はグイティングイティンさんで、名前は山の外観に由来し、 のこぎりの葉のような山という意味である。山は急斜面であるため、現在見ることのできるように、大部分の森林が手付け数のままで残されている。島の多くの地域が森に覆われ、面積で140平方キロメートル、割合としては、島の33%を占める。しかし、低い高度の森は伐採され、森の次に多くの面積を占める。この自然を守るために、 IUCN のカテゴリーで国立公園に相当するグイティングイティンさ自然公園が設置されており、渋谷島全体445平方キロメートルの範囲のうち、主に島内の中央部と北部の157、自然公園内は林間に囲まれ、閉ざされた2つのそびえ立つ峰など群を抜く景観が特徴となっている。山の森林は大部分が手付け数で残されており、 200から900メートルあたりの双葉垣類や、マングローブの森から700メートル以上の山林や、雲霧林、山頂近くは低木林と山地草原になっており、山地全体が覆われている。2008年6月21日、平成20年台風第6号の接近による、波の中をマニラから、セブ市に向かって航行していた。 スルピシオラインの旅客船プリンセス・オブ・ザ・スターズが、セブ島沖合で高波によって転覆し、773名が犠牲になった。グイティングイティンさんのネペンテス・シブヤン・エンシス。シブヤン島は、動植物の生態系が豊かである。生物学者は今なお科学界によって、確認されていない種を発見しており、すべての植物種の正確な数はわかっていない。 国立博物館のある研究では、1ヘクタールで123種類、1551本の木を識別し、このうち54種類が世界のどこでも発見されていないものであったとされる。このため、世界で最も多様で密度の高い森の一つとされている。島内に700種程度のイカンタバ植物が存在すると推定されている。ウツボカズラ類のネペンテスシブヤン園室は、 科学名の通りこの島に生息している。131種類の鳥類と10種のフルーツコウモリ、多くの哺乳類や爬虫類が生息しており、ゲッハ類はまだ完全に把握しきれていない。柴下東町、フィリピンコゲラ、オレンジ花鳥の3種の亜種が渋谷固有であり、3種とも1990年代初期に確認された。王コウモリ一種。 春4種の5種の絶滅器具の哺乳類が、渋谷湖有。近年は、フィリピン政府の積極的な工業、推進振興政策によって脅かされている。渋谷島で生まれた有名な環境活動家には、ロドン・ゴリーチや、ジェニー・ロペス賞フィリピン英雄賞を受賞したドクター、アーサー・レイ・タンジー・ランコ、殉職した議員のアーミン・リオス・マリンなどがいる。ゴリチとマリンは2013年の環境のの、 個人賞を受賞している。渋谷人反工業支持団体と渋谷党環境、監視同盟者は、島の環境、文化、社会に大きな影響を与えるとされる採掘活動に対して、島の維持と保護のための活動を行っている。ありがとうございます。